こんばんは、建築情報学会チャンネルです。今日は第7回ということで、以前、丹野さんにお招きいただいて、こちらに、出させていただきました、竹中工務店石澤が今回はホスト役ということで、お話を聞きたい人を一人、ご案内するということで、これはもうと思って、株式会社日建設計の DDL の、そして今はデジタル推進グループデジタル戦略室室長でもある角田大輔さんをお呼びさせていただきました。よろしくお願いします。はい、そうです。よろしくお願いいたします。もう、なんて言うんでしょうね。ここの二人がどうでっていう話をしようかって、実はこの前に楽屋で言ってたんですけど、多分その話をすると長くなるのと私が喋りすぎるので、ちょっとそこはもう、いいことにしまして。まあ、角田さん、有名人ですけれども、改めて、角田さんが今の、お仕事に就かれるまでの話も含めて、ちょっと自己紹介をまずいただけたらと思います。はい。僕、日建設計に入ってもう何年だろう。20年にはいかないですけど、15年以上は経ってると思うんですけど、で、2011年にその DDL という、デジタルデザインラボという場所が、できて、割とその、当時はそこまで、日本の中で、建築の中で、そのデジタルテクノロジー使って何かするっていうのはあんまなかったんですけど、それを、研究開発とか含めてやり始めましょうということで、2011年に始まって、で、そこで、割とその、なんだろう、先の尖った先端のことを、どんどん開拓していってくださいということで、やり始めて10年弱ぐらいになってきたんですけど、で、それで、最近、その先の先端だけではなくて、会社として、ちゃんとデジタルを全社的に、普及させていくとか、ボトムを上げていかなきゃいけないっていうことを、考え始めて、で、今年から、新しくそのデジタル推進グループという新しいグループができて、で、そこで、デジタル戦略室ということで、日建設計の、デジタルテクノロジーの、基盤整備とか、その全社的な、普及みたいなことを、やる、チームができまして、そちらの、業務っていうか仕事をし始めていて、なので、DDL は今10人ちょっとぐらいなんですけど、10人とかの中で、先端のことをやりつつ、デジタル戦略室の方では日建設計の、2000人を対象に、どういう技術を会社として入れていけばいいかとか、そういうことの両方、全然スケールの違う2つのことをやり始めていて、結構頭混乱しながらやってますけど、そういうことがやっていることになります。日建設計って今2000人いるんですね。はい、2000人ぎりぎりでグループとか入れるともうちょっといるんですけど、大体2000人ちょっとですね。はい。世界の設計事務所でもトップクラスにでかいですよね。そうですね。毎年ちょこちょこずれますけど、5番目以内には大体入ってたような気がします、毎年。そうだから、建築設計の集団としても結構周りを見渡しても事例がないようなスケールですよね。そうですね。そういう設計者をオーケストレーションするっていうのも、なんというのか、当然本なんか読んでも何もないし、そもそも誰かに相談できるわけでもないみたいな、そういうとこはありますよね。そうですね。で、DDL の場合は、なんだろう、設計と、そのデジタルを両方やってるとか、ハイブリッドでやるっていうことでもなく、もうそれを専門にして仕事としてやっていることもありますし、いきなりそのキャリアというか、その会社に入ってくるときも、もう割とそれのために入ってくるっていう感じなので、意外と他のことをやらずにそれだけのために入ってくるっていう、ところもあるので、で、過去にそんなことをやってきてる人多分いないので、この先も含めて、どうしたらいいのかなって、日々迷いながら、どういうふうに進んでいくべきなのかっていうのは、ようわからんというとあれですけど、なかなかやっぱ難しいですよね。先の見えないことなので。だからそこは、孤軍奮闘しているところもあるかもしれません。
園田さん、あれですよね、2011年に DDL できた時の発足メンバーですよね。そうですね、はい。最初って何人から始まったんですか？最初、山梨さん入れて3人ですね。3人。はい。なるほど。まあでもそれが今10人で、もちろん入れ替わりもあるでしょうけど、はい。ちょっとずつチームとしても大きくなってきて。一番人数多かったのは、新国立やってた時とかが、まあ、20人ぐらいまで膨れ上がってて、似たんですね。で、まあ、いろいろ辞めたり、新しく来て入ったりみたいな、まあ、多分日系の中で言うと、結構出入りはよくある部署かもしれないですね。なるほど。今、さっきちょっとお話あったみたいに、その建築を、まあ、通ってないというか、まあ、いわゆるその建築の、まあ、強いて言うなら設計実務を、うん、まあ、そのキャリアの今までのキャリアパスの中に持ってない人が結構いるというか、うん、そういう人の方が多いというか、うん、まあ、そういうチームってなんというか、コンピューテーショナルなことできますっていうキャラクターはあるけど、うん、なんかそれぞれの個性があるんで、一言で説明できない部分とかもいっぱいあるじゃないですか。うんうん、なので、こう、DDL っていう言葉は結構、割とすぐ浸透したような気がするし、いろんな人が知ってますけど、うん、どんな仕事やってるかっていうのを説明するのがすごい難しいような気がするんですけど、何やってますか？そうですね。毎回何やってんだっていうのが一番入り口で聞かれる質問なんですけど、なんだろうな、結局、まあ、研究開発みたいなこともやってはいるんですけど、まあ、基本的にはやっぱ実務ベースで動いているところがあって、で、まあ、企業でアカデミックな、まあ、場所でもないので、まあ、実務を大体まあ8割やって、研究っていうかその新規開発みたいなのをまあ2割でやりましょうみたいな、まあ、立て付けでやっていて、まあ、なので、実プロジェクト、設計のプロジェクトにも限りませんけど、まあ、それを大体まあ8割ぐらいやって、で、そこの中で、まあ、なんか、これが毎回同じようなことを、要望とされるとか、あとは、なんか、ここの部分ってもう少し、今の実務だと入れられないけど、ここの部分なんか少し、研究開発とかしといたら、なんか今後、まあ、1年後とかにそれが使えるようになるかもしれないとか、こういうものをアイデアとして入れれるかもしれないとかっていうことを、まあ、実務の中で、得て、でそれを研究開発に変えてやって、でそっちで作ったものを、まあ、もう一回プロジェクトに入れていくみたいな、そのサイクルを、まあ、うまく回していくっていうことを、まあ、結構、まあ、必死に、なんかその回すのも結構大変なので、まあ、それを、まあ、とにかくやっていくと。なので、プロジェクトの方は、いわゆる普通の建物を建てる時のその設計に対して、まあ、我々の技術を使って、コラボレーションしていくっていう、まあ、ことも、まあ、主としてやっていて、で、まあ、何回か前に出てた、石津さんとかがやってたような、ジオメトリーエンジニアリングみたいなこともやってたりするし、まあ、BIM の、ところのものをやってたりとかもしますし、っていう、まあ、設計の、本流みたいなところもやっていて、で、その一方、なんかやっぱ最近、少しずつ増えているのは、その建物が建った後に、なんかその建物を、まあ、もう少し、そのより豊かに使っていくためにどうするかみたいなことで、まあ、スマートビルディングとか、スマートワークプレスみたいな話になっちゃうとあれなんですけど、その適切に建物を使う側の人に、どういう情報を与えてあげると、よりなんかこういい空間というか使い方が、馴染んでくるかとか、そういった、ものを、まあ、どういうふうにして、ソフトウェア的なアプローチとしてやることによってもっといい空間として引き立つようなことっていうのを、まあ、やるためにそういうソフトウェアの開発みたいなことを、やり始めてたりは、しますね。だからそういう意味で今までハードウェアとしての建物を作るっていうところに対して、デジタルテクノロジーを使っていくっていうのも、まあ、一種の王道としてあったんですけど、まあ、それはそれでやりつつ、その建物が建った後に、そのハードウェアを取り囲むソフトウェアみたいなものを、まあ、返すことによってユーザーの人に、もう少しこの建物がどうなってるかっていう情報とか、まあ、そういうものを適切に与えてあげることによって、
もうちょっとこう心地よく使えるようなことができないだろうかみたいなところを少し、まあ、研究開発的なところもありますけど、まあ、そういうところのアプローチを少しやり始めているっていう感じですね。なるほど。いっぱい質問したいことなんですけど、ちょっと2つほど。まずその実務と、まあ、研究ネタ8対2っていうのは、なんかこう聞いて思い出すの、例えば昔の、Google の 20% ルールみたいな、はい、まあその1、はい、1週間5日あったらそのうち1日は何かの、はい、ことをやるみたいな風にして領域広げるっていうようなこともありましたし、うん、でやっぱりこう、実務ってどうしてもこう、着地しないといけないから、あんまりこう、うん、冒険しすぎると、うん帰ってこれなくなっちゃうみたいなところがあるんで、ね、はいはい、それをこう回収しに行くというか、もっとこう自分のものにするために必要っていうのはすごい納得するんですけど、一方でなんか私が自分でそういうことを心がけて思うのは、実務に圧迫されてその時間がどんどんなくなっていくか、そう、そうですね、はい、なんかこう何もない時は逆にこう自由に行けるんですけど、うん、そういうこうタイムスケール含みでなんかこう、うん、トータルをコントロールしなさいみたいになんかこう会社的にはなるんですけど、実際そんなにうまくはいかないので、うん、なんかこうなんとか転がしていくみたいな感じになりそうだなと思って、なんかそういう、そうですね、だからまあ当然こう平行っていうかまっすぐのなんだろうな、まあ8対2がずっとこう続いてるなんてうまくいくことはなくて、まあ場合によってはまあ全然ゼロみたいな時も時期的には出てきちゃう時もあるし、だから10対0だったり5対5になる時もまああるし、まあ、それはまあプロジェクトの緩急みたいなところで、まあ、当然発生したりするんですけど、最初の頃は、まあ割とそれにも任せて、まあ、もうしょうがないよねって感じでやってたといえばやってたんですね。なので、なんだろう、何年経ってもなかなかこう形にならないみたいなことを、まあ、やってる時もあったんですけど、なんかさすがにそれだと、だからそんなんなるんだったらやんない方がいいじゃんみたいな話にもなってくるので、だからなんかちゃんと、目標として1年後に、形になることを、のちゃんと定めた上で、そのなんか2割の時間の中でできるものをちゃんと予定っていうかその立てて、まあ、できるっていうことを、なんか割と最初の頃に、一番最初のスタートの時に、まあ、結構、まあ、ちゃんと、なんだろう、やるんですけど、で、それで、これ本当にできんのみたいなところで、少し目標を下げていったりとか、ゴールのところを下げていったりとか、じゃあこれは2年でやろうねとか、なんかそこの最初を、まあ、割とちゃんとやっていくっていうことも、まあ、大事かなと。で、それも、まあ、いろいろやりすぎると、ずっとそればっかやって、半年ぐらい経っちゃうみたいなのもあるんですけど、だからそのなんか、ちゃんと、目標として 最終的にこういう形にしましょうっていうところをやっぱ決めておくことはなんか非常に大事かなと。それがなんとなくこういうのあったらいいよねとかっていうところで止めていっちゃうと、なんかどこまででやったらゴールなのかがよくわかんないから、なんかちゃんとそのアウトプットとしてなんかこういう形にまとめるとか、こういうドキュメントにまとめるとか、こういうソフトにするとか、なんかそういう具体的なそのアウトプットイメージをまず出口としてやらないとなかなかうまくいかないってことが、何年間もなんかいろああだこうだいろいろやってて、まあ、やっと定まってきたっていうような感じですかね。だからすごいいろんな失敗は当然してきてますし、まあ、プロジェクトの中でもなんか全然うまくいかないなと思いながらやってるものも数知れず、まあ、ありますし、まあ、そういうのが、まあ、もう来年で10年ぐらいになるんですけど、まあ、その辺がようやくなんか、まあ、いろんなものが見えてきたかなというところをようやくできてきたかなという気がしますけどね。なんかそのさっきもちょっとありましたけど、そのいろんなそのチームのスケールも変わるし、あとそのメンバーの個性というか、その通ってきた道も違えば多分強みもそれぞれ違う人たちが集まってるし、多分まあそういうそれ自体が意味のチームだと思うんですけど、うん、でそういう人たちがこうそれぞれに伸びていこうとすると、うん、必然的にこう360度的に伸びていくことになるじゃないですか、うんうん、でそれってどうや
そんなマネジメントできんだろうかって私思ってたことあって、で昔、ソントン・トマセッティっていうアメリカのエンジニアリングカンパニーのコアスタジオっていうところに聞いたことあって、でどうなんですかって聞いたら、いや、もう対話するしかないし、いけそうかダメそうかは対話してたら分かるみたいなことを言ってたことがあって、そんなもんかなって思ったことがあるんですけど、どうですか、なんかそんな感じなんですかね。それはなんかね、すごいよくわかります。だからなんかだいたいこういろいろ話聞いてても、なんかちゃんとその先がクリアに見えてるか見えてないかはなんとなくやっぱ話をしてるとわかるから、だったらもうそれもう少し、なんだろう、話して、そのなんかこう紐解いていかないといけないような気もするし、だその前に、それぞれみんな自分たちで、なんかこういう方向のことをやりたいみたいなものは、推奨はしているんですけど、それのもう一個上のメタのレベルでは、大きな意味でのゴールは作りますけどね、作っていて、でそれにちゃんとたどり着くものなのかっていうところで、なんとなくのその方向性は決めているところがありますけどね。だからみんながそれぞれ360度違う方向を向いていいという、ことではなくて、ちゃんとそのやってることが、チームとして、目指しているべきところに、遠回りしてもなんか迂回してでもなんかなるようなものになるんだったら、いいんじゃないっていう、ことですかね。でそれもうちょっと細かく言うと、詳しく言うと、なんか例えば我々設計事務所なので、実はそのデジタルデザインとかコンピテーショナルデザインの、割とこう出口として分かりやすいのってファブリケーションとかにたどり着かせることのような気もするんですけど、設計事務所なので、やっぱりその最終的なファブリケーションのところにすごいコミットすることすごい大変なんですね。なので、図面を描くところまでしかなかなか関与できないところがあるし、それをどっかのメーカーとコラボレーションしてみたいに言っても、結局なんかその何年もかかるみたいになっちゃったりするので、なかなかその実務に投入するっていうところまでたどり着けないところもあるので、なので、今、DDL としては、もうそこの部分は、一時、すごいいろんな興味持ってやりたいっていうのは、すごいあったんですけど、なんか、何をどうやってもなかなか、崩していくのが大変だなというところがあったので、今はもう割とその、情報をどうやって、集めて、どうやってそれをこう管理して、どうやって使っていくかみたいなところに、フォーカスをすごい当てていて、でそれをうまく扱っていけるようなその方法だとか環境だとか、その取得の仕方だとか、そういうところを、コアにやっていくことによって、設計事務所としてできる領域が多分どんどん増えていくだろうし、そもそもの設計も、洗練されたものになっていくし、っていうところで、その情報を、どうやってこう集めてきて、それをこう活用していくとか混ぜていくかとか、なんかそういうところにフォーカス当てましょうという、ところが、そういう意味でさっき言う、大きな意味での目標というか、方向づけというかはしていて、でそこの中でそれぞれできることが何ですか、興味あることは何ですかみたいな風なところまではある程度コントロールしているところがありますね。なるほど。そのさっきの例えば設計のアフターの情報みたいなのも、うまくすれば次の設計につながっていくかもしれないし、だからそういう設計から後ろに行くというよりは次の設計の後ろにつながるみたいな、なんかそういうその シフトがあってのことなのかななんて思ったり。そうですね。でなんかその DDN の方はその技術的に、要は今すごい頑張ればできるっていうところまではある程度踏み込めるんだけど、じゃあ例えばその全てのプロジェクトでそんなことできるわけもないし、すぐにできるわけもないし、それをなんかもう少しインフラとして整えていくみたいなことも、それはなかなか難しいところなので、そういうところは、今もう一個の方のチームっていうか、デジタル戦略室の方でのその先のビジョン的なところで、その業務をうまくこう効率化していくためのそのインフラみたいなことはやりつつ、それが最終的にそういう活用のところにまでつながっていくための、そのフレームというかアーキテクチャ
システムとしてのアーキテクチャをちゃんと作っていくことで、そのいろんな情報が使えるようになる、回せるようになるみたいなことがちゃんと作らないと、実はそんなことできないので、結構みんな、なんだろう、こう、集まればできるとか、なんか書き集めてればできるとか、今そこにあるものをやればできるみたいになるけど、意外とやっぱりやっていくと、そんな簡単なことじゃないので、ちゃんとその環境というか、インフラとしての、なんかものを、まあ、ある程度戦略的にやっていかなくちゃいけないっていうのもあって、なんかそういうことを少し考えながら、そっちの方はやっているっていう感じですかね。なるほど。なんというか、例えば、はい、道具作りって自分のものってこといいと思うんですよ。そう、ただ、それを例えば2000人っていう規模で道具にしちゃうと、自分の道具ってわけにいかなくて、みんなの道具にしなきゃいけない。で、うん、やっぱりこう10人でできることってそのままスケールアップして2000人では多分できなくて、うん、そうなっちゃうとこう、うん、やっぱりすぐ来れる人を、はい、めっちゃ遅くなった。時間がかかる人、したくない人みたいな、いろんなこう温度のばらつきがその中にあるの、うん、全然違う方向に行きそうだなと、うんうん、思って聞いてます。で、やっぱその辺も当然あるなと思っていて、やっぱり。その10人で考えること、100人で考えること、1000人で考えること、だからその桁が上がっていけば上がっていくだけ、まあ多分いろんな状況が発生することは分かってるんですけど、なので、なんだろうな、そのまあ要は今、まあ、最近全部そうだと思うんですけど、なんかこうマニュアル的に、なんかこういう使い方できます、こういうこのツールはこうやってできるもんですよとかっていうことをマニュアル的にやってもあんまり意味がなくて、だそこに対してちゃんと、そのなんか文化的背景だ、企業文化的背景だとか、実際のそのワークフローとかプロセスだとか、まあそういうのをちゃんと踏まえた上での、なんかそれがどうセットになるのかみたいなことを、やっていかなくちゃいけないとは思っていて、でそれはなんかこうだからこうっていうふうに言ってもなかなか伝わらないから、なんか地道なる、その、なんだろうな、その、メディア活動というか、社内メディア活動みたいなこともセットで今は やり始めてるんですけど、だからこういうのって、こういうふうなことができるんですよとか、その、ルールじゃなくて、なんかマナーとしてこういうのがありますよとか、なんかそういう、なんだろうな、その、リテラシーを、なんかリテラシーを上げますよみたいなことじゃなくて、なんかもう少しその伝え方とかそういうのをなんかだいぶクリエイティブにやんなきゃいけないなと思って、まあ、最近なんかネットのなんかいろんな上手になんかそういうことをやってる人もすごい勉強しながら、なんかその社内普及活動みたいなのはやってますけどね。だから多分それとセットじゃないとなかなかうまくいかないから、だからなんかそのだから建築の中 そのデジタルとかのそのビムとかの話も僕同じような話だと思っていて、なんだろうな、その、こういうことが、そのコードとして決めますよって言ったって、だからそれがどう、その、直接的に役に立つのかとかっていう、まあ、ことは分からないまま、ルールですって言ってやったって、なんか、基本的に誰か困ってやり始めてるようなことじゃないと思ってるので、そうであると、なんかそれによって、なんか今困ってること、それで解決するんだ、みたいなことだったら、なんかみんなこう守ってやっていくと思うんですけど、それがこうなんか合ってないから、なかなかそれがうまくいってないっていうのをうまくいかないのは、まあそういうことなんじゃないのかなと思っていて、なのでなんかそのなんだろうな、そのなんかこう便利になるっていうことに対してやっていると、実はその裏で決められたコードがそのままこう動いてるみたいなことを多分うまく作っていくみたいなことは多分やらないと、まあ多分うまくいかないだろうなと思っていて、まあちょっとその辺にまあ、なんか頭を悩ませながらいろいろあだこうだやってるっていう感じですね。なんというか、私の会社は、まあ、設計だけじゃないですけど7700人人がいて、でまあ一応最初はみんな身内だと思って話すんですけど、まあいろんな地方があるわけですよ、その会社の中にも。
で、あとやっぱりさっきおっしゃった企業文化ってすごい大事で、私がその社内でちょっとなんか活かした YouTuber みたいなことのモノマネするとドンズベリするんだ。だからそうじゃなくて、こう、会社でなんかスッと入れるような切り口、話し方、プレゼンテーションの仕方とか、あと、いつみんな見てんのかとか、いつ欲しくなってどういうふうに情報があったら嬉しいのかみたいなことは、結構学べる対象だなって最近すごく思うんですよね。だから、日経って私は結構、なんていうのか、自由なところだと思って見てるんですけど、でもやっぱりその中に、だからこそ大変なんですよ、なんかもう。そう、なんかその味の濃い文化っていうのがまずあって、で、その文化に食われないようになんかこう物を出していくっていうのって必要ですよね。なんかみんなそれぞれ違うことが大事みたいなところも、多少なんか、なんだろうな、暗黙的になんか考えてるとこがあるから、なんか誰かがそれやってたらやらないみたいなのも、まあないことないかなという気もするので、まあだからこそなんかなかなか、なんだろう、こうガサッとお皿を作るのは結構大変だなというところは、まあありますけどね。まあ、ただね、その辺は、まあ、良くも悪くもというとあれですけど、まあ、不幸中の幸いで、まあ、コロナの話とかがあって、で、まあ、今、うちの会社も今出社3割に抑えられてたりするので、まあ、なんだろう、その環境をもう全部ガラッと変えないとダメみたいなのが、まあ、そういう意識が全員の中になんかできたので、まあ、割と風向き変わったかなっていう気がしますけどね。スタートしたのはその前だったんですけど、だそれをやろうとしてたのが、まあ、その、まあ、状況で、もう状況も、まあ、転じて、なんだろう、もうみんなでやろうぜ、みたいな空気には、まあ、変わったといえば変わったので、まあ、その辺はうまく流れとしては、まあ、使うべきものは使って、みたいなところはありますけどね。なんかこう、コロナなかったらこの変革終わんなかったよなみたいなのって そう、だあからります。全然発想がもう180度変わったみたいなとこありますけどね。一つ質問が来てます。設計だけでなくて、空間を使う人への情報とか、建築を使っている時のデータに着目した理由についてっていうことなんですけど、まあ、やっぱりそこに至った経緯があったっていうことだと思うんですけど、まあ、その話と、あと、ついでに、今後こういうところに着目しそうだみたいな話があれば、それも私聞きたいんで、ぜひ。なんだろうな。たまたまというか、やっぱり、こう、何年か前かから、まあ、やっぱりこう、建物の中にセンシングして、で、その建物の空間情報を、まあ、その情報として吸い上げて、で、それをダッシュボードで見せるみたいなのって、まあ、結構前から、すごいいろんなところでやり始めたと思うんですけど、で、その時に、なんか、やっぱり、それをこう見るにつけて、まあ、うちの中でもやってたりするんですけど、そうしたときに、なんか、これって、なんか、それを見て、何を解釈していいのかなっていうのが、毎回、なんか、これ、結果的にこれ必要かな、役に立ってんのかなって、なんか、すごい疑問に思ってたんですね。例えば、室温が26度ですとか、照度がいくつですとか、ノイズがいくつですとかって言っても、なんか結局どうなってるかがよくわかんないから、なんかその数字だけ見ても、なんか多分あんまり意味がないんじゃないのかなっていうのを、なんかそういうのを見ながらずっと思ってたんですね。で、それでなんかいろいろ世の中のものを見ていくと、例えば、株とかで言えば、株の市場がどうなってるかっていうのは、株価を一個ずつ見てったら、どうなってるかがよくわかんないから、まあインデックスっていう、まあ、指標を作って、その数値を見ていれば、その市場がどう変わってるかみたいなのが分かりやすくするっていう指標を作ってたりだとか、まあ今なくなっちゃいましたけど、例えば活動量計も何キロカロリーなくなりました、減りましたとか、何キロ走りましたとかっていうんだけど、それは多分いろんな情報を全部ちゃんと飲み込めてなんか分かるんだけど、ナイキのやつとかは多分そういう問題意識があったから、ナイキが出したフューエルバンドみたいなのは活動量っていうことで、まあ、どういうその計算アルゴリズムのやつとかは分かんないんですけど、数値としてこう、なんだろうな、出していて、だから要はもうその数値だけ見てて、それが上がればよく活動しました。で、それが下がってれば活動してませんでしたっていうのが単純によく分かるっていう。
だから多分そういう、そのサジェスションの仕方をしないといけないんじゃないのかなっていうことを、その空間の中でもなんかあるんじゃないのかなと思って、で、そうした時に多分なんか重要かなと思ったのは、その要は相対性なのかなと思っていて、要は相対的に比較できるっていうことが非常に大事で、まあ、要はある時とあるポイントとあるポイントがどう違うのかっていうことを分かるようにしてあげることが多分なんだろう、人の心をこうくすぶるというか、あ、なるほどなるほどっていうその認知ができるようになるのかなと。だからそういった意味でその空間の情報も絶対値で何度とかって言っても、それに対しての相対的に比べる対象がある人もいるけど、まあ、基本的にはないから、じゃあその26度がどうなのかみたいなのは、まあ、なんとなくその、ああ、まあ、今日はなんか昨日より暑かったかもなみたいな感じでしかこう捉えられないと。だからなんかそこの、その、そういう環境というか、その、なんだろうな、その見せ方とか、そのデータのなんか見せ方を少し変えてあげるだけで、多分全然意識の仕方って、まあ多分すごい変わるんじゃないのかなと思ってて、で、なんかそれをすごい難しくなんかやりがちなんだけど、なんか全然そんなに複雑に考えずに、なんか意外と、なんだろう、目の前になんかやり方とかを転がっているような気もしていて、なんかよりシンプルに、より単純に、なんかこう、やる、サジェスションするなんか何かが多分あって、で、そこがなんか非常に面白いなと思っていて、そのなんかこう、相対性みたいなのをどう機械的になんか処理して、その指標として提示できるかみたいなことを、まあ、やっていくのが非常に面白いかなと思っていて、で、それは空間情報とかだけじゃなくて、多分いろんなものにもそうなんじゃないのかなと思っていて、だ機械学習とか、ああいう人工知能とかも多分ほとんどそういう話だと思うし、だそういうその相対値みたいなのをどういう指標で、どういう観点で抑えるかっていうところで、多分人の認識の仕方とか感じ方が全然変わるみたいなところなのかなと思って、だそういう視点で、なんかいろんなものに、なんかこう、切り開くというか、なんか考えていくのが面白いかなと思って、今はそういうなんかことばっかやってます。なるほど。やっなんぱりか、32分になっちゃった。大丈夫ですよ。DIKW ピラミッドってこうデータから情報になって、慣れになって、最後は人の知恵になるっていう、まあ、そういう、こう、ステップを踏むわけですよね。で、そうでそうすいうね。ようあれなこはと、もう常に意識してやってますね。そういう、その、まあ、建築にもそういうことが必要だっていう本を今まさに書いて、そういう振り方ね。はい。上手で引きつけて打ちましす。たよ、私は。さすがです。さすがです。で、まあ、角田さんと私と、あと、次回、ここにお越しいただく、木内さんも、その、執筆メンバーということで、次回のこのチャンネルは、角田さんと、その、木内さんに、まあ、その話もちょっとしていただけると思うんですけど、より一層ディープな話が聞けると思うので、そちらを楽しみにしつつ、最後に、聞いてる方、特に、まあ、学生の方、遅くまで、聞いてくださっている方も多いと思うので、そういう人にちょっと一言メッセージをいただきたいと思います。はい。まあ、途中でも話したんですけど、なんか多分このデジタル領域というか、デジタルテクノロジーとかのを使ってやることって、なんだろう、建築以外にも当然ジャンプしていけると思いますし、まあ、多分見方によっては多分360度どんな方向にでも、まあ、行けたりするし、やってる人みんないろんなそれぞれのことやって、まあ、それぞれにみんな、なんかどれも面白くて、なんかやっていきたいとかって思うことも、まあ多分あると思うんですけど、まあそれはなんか非常になんかまあ毎日悩みながら、関わっていろんなことできるようになっていけばいいとは思うんですが、なんか最終的になんかさい、あの自分のその核になるものが何なのかなっていうことは、なんか常に考えてやってもらうのがいいのかなと思ってます。なので、ちゃんとなんか自分のその骨というか、なんかこう芯になるものが、どういうふうに作れていけるのかっていうことを、まあ、なんか迷いながらでも着地させようとしながら、いろんなことに興味を持っていく、もらっていくのがいいかなと思ってます。で、その結果、実はその1個ちゃんとコアになるものができると、なんかいくらでもピポッとして、例えば設計にもフルコミットすることもできるだろうし、建築と少し離れたところにも、行けるかもしれないし、なんか多分意見としての重みも、ちゃんとそのコアなものができていると、なんか多分いろんな可能性が、まあ、開かれていくとは思うので、
なんかいろんなことに興味を持ってやってもらうのも当然いいと思うんですけど、そんな中でもなんかちゃんとコアになるものを どこに着地させるかなみたいなことはなんか、まあ、なんか考えながらやっていくと、なんかよりなんかいいその広がりの仕方を、まあ、していくんじゃないのかなと思いますので、そのなんだろう、発散方向というか広がる方向と、そのコアになるものみたいなのを両輪で、いろんなことに興味を持ってやってもらうのが非常にいいんじゃないのかなと思ってますが、この先はどうなるかよくわからないので、若い人にもいろいろ頑張ってもらっていろいろ教えてもらえるといいなと思ってます。ありがとうございます。みんなで考えていきましょう、はい、というわけで、はい、ありがとうございました。ここまでです。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。